ナイストライナイストライウィンナボウウィンナボウウィンナボウブロウウィンナボウブロウウィンナボウこれは俺ら見て八三と六四だぜいやお前ウルトで確定キル取れるキャラが何を言うてるんですかわら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 なんならなんでお前がええじゃねえんだよグレ投げろお前のこと誰が好きなのそしらの真似すんな慣れねえよお前じゃ <laughs> あはいここいこういこあ大丈夫一回負けたら俺がゴルプラン2になるから俺があおー OKOK よかったよかったよかった一緒に下がっていくシステムかこれ一心同体 <laughs> <laughs> 結婚かじゃ。えっどっちがウケ大事よ。いや、俺ウケたいな。俺ウケたいな。俺俺ウケたいな。俺ウ俺ウケたいな。俺ウケたいも俺攻めなんだ。キチ。ありけん、ありけんセンス嫌だな。いや、でも俺マジ同一だよ。俺普通に。どんな感じのこと言う普通に。でも普通にも。ああ、膝つけよから始まるね。やっぱ。でも母乳好きなんだっけ母乳は全員好きだろ。お前ら赤ちゃんのとから。 好きだろうがいつ嫌いになってん。なんか M っぽいくないでも母乳は。わかる。<laughs> でもいいよね。母乳。そう。話してたんだよんだん最近舞茸、まあ、とね、うん、最近の同人誌事情を喋ってたんだよ。 最近は催眠系が俺がなんか読んでるみたいになるだろうが最近は催眠系が上がってきてるってでんそれ知ってるかえそうめっちゃ買ってるから俺 DMM とかでそう彼は催眠系ってすごいんか女の子がかわいそうなのねかわいそうなのそう嫌なのに抵抗できないみたいなのがあるんだけどそれじゃあんまづけないんだよねっていう胸くそ胸くそ悪いよねそうそうってかほんの34年前まででいいね でもねまあ多いね熟女系はまだ2番目ぐらい人気だから熟 <laughs>、うん、女が好きなの熟女が好きっていうかうん、うん、その熟女が持ってる母性が好きああなるほどねそうお前だけ早くやるってかるおめえこらじゃあね今日のえ <laughs> ツイッターのねトレンドを見ていきましょう,う、えー、はいじゃあね、えー、やみそお 社員の奨学金肩代わりどういうことですかねすか会社側が奨学金を肩代わりする企業増えてるらしいです最近<ー>あなたの奨学金を私たちが払うのでこの会社に来てくださいまあいいですよねお金をね借金してまで頭は良くなってる人たちですからねまあ奨学金をもらってる人たちはまあ大体頭がいいということでね、えー、ありがとうございます ね、つまり、奨学金をもらってでも、頭が良くなりたい、という意志の強い人に。やはり企業側来てほしいというものを感じますね。え、うん、これについて、ええー、丸武さんはどうですか。まあ、そうですね。私の兄貴は、あの、早稲田大学行ったんですけどね。あの、学費も。私がね、働いて払ったんですけどね。普通にバカなんでね。そうなんだあんまあ、関係ないかなと思いますね。<ー>なるほどね。えーはい、それでは、えー、今日の特別、えー、今日のダチョウ、まいたけさん。<laughs> ハハハおいそんな気持ち悪いコーナーやめろってさ <laughs> さんはそろそろろ顔出さないの俺ねまだでも、うん、おかんにダメって言われてんだよね <laughs> そうなんだやっぱ危ないじゃん、うん、確かに V リアルだもんな結構そうだから童貞卒業できたらしていいよって言われたけど <laughs> むずいんだよねマジで <laughs> 女の子紹介してよ V だったの V だったの、ろいるわけねえだろこんな人間あっんだよ種族的にはデビデビデビルとかそこらへんと同じ同じデビなんだまあ早くアリケンの顔見たいまあめちゃめちゃあれかなエロい体してる人はすぐ見れるよ俺の顔はエロい体してる人は童貞卒業したいからねそうそうそうまあベッドの上だけどねそうデブ デブデブデブルっていう名前デブデブデブルやめでデブデブデブ食欲の扉が開かれたっていう顔が